小林直樹選手、高輪高等学校東京都、井上亮選手、三重高等学校三重県、高倉弘也選手、水戸医療高等学校茨城県、坂口達也選手、神聖高等学校熊本県、逗子雄介選手、桐蔭学園高等学校神奈川県。ただいまから女子個人試合の終わった試合場から男子個人試合準々決勝を開始いたします。